本日は大勢の皆様にご出席賜り感謝申し上げますグローバルフォーラム執行世話人の渡辺真由でございますロシアによるウクライナ侵攻いわゆる現状変力による現状変更は戦後の方に基づく国際秩序の根幹を揺るがす深刻な事態であります 当フォーラムは渡辺弘隆先生が主査となりまして欧州政策パネルを3年前に立ち上げて欧州に着目し最新かつ正確な情報を収集分析して発信してまいりました今回のウクライナの事態はその最前線に位置する欧州 EU においての転換期を迎えておりますこうした緊急事態を受けての EU 欧州の最新情勢につきまして、本日は須磨美高雄先生、早稲田大学教授をご報告にお迎えして、また、あの欧州パネルのメンバーであります EU ・欧州の政治・経済の専門家が集い、本日は討論を行っていただきます。 それでは、えー、これよりパネルの主婦の渡辺弘孝先生グローバルフォーラム有識者世話人に,に進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。あ渡辺理事長、どうもありがとうございます。えー、本日はあの欧州政策パネル。えーまあ、今、ご紹介で預かりましたように、えー、この3年ほど。 このメンバーでずっとやっておりますけれども、えー、EU に限らずですね、欧州全体をカバーしていこうというふうな人からです、えー。昨年でしたっけ、えー、ヨーロッパのリアルという、欧州のリアルというタイトルで、えー、私どもあの、えー、ワールドレビューというシリーズの中で、準備してなくて申し訳ないません。こういうものを出しましたので、 あの最近のあの EU 加盟国全体のあの分析をしたものです。あのこれホームページであの、はい、無料でダウンロードできるようになっておりますので、あの JFR のホームページを開いていただければと思います。どうもありがとうございます。すリ,リンクでお送り差し上げたいと思います。あそうですかね。ねよろしくお願いいたします。えー、さて、えー、今日はあの。 メルケル以降、そしてあの、えー、ブレクジット以降、ヨーロッパがどういうふうになっていくのかということ、あのブレクジットであれ,だけあれだけ騒がれましたけども、ちょっと皆さん、あのメディアの方もヨーロッパの記事、少なくなっているように思っておりましたので、えー、そういう観点から、今日はあは EU 学会の、日本 EU 学会の理事長を務めになられて、早稲田大学、それから ブリュッセルの方で、えー、大学にわたってあの弁護士活動、法律家として活躍されていた、早稲田大学のスワミ先生に、日あの,今日あのそういう形でご登壇いただくことにお願いいたしました。えー、ただ、この1週間ぐらいで事情が大きく変わってきまして、ウクライナ問題があの非常にクローズアップされてきました。で EU もあの あのそれに放課無理して知らんふりしてできできおけない状況むしろ重要なアクターとして EU も動いておりますので今日はあのスタ先生そういう観点もからも取り入れていただきましてあのウクライナ情勢をめぐあのかなり重視取り入れていただいたご報告をしていただくことになりました、えー、どうぞよろしくお願いいたします、えー、今日はあのスタミン先生に30分う からら40分ぐらいお話しいただきまして、そしてあと皆さんで討議をするという形にしたいと思います。えー、今、チャットでしょうか、チャットであの渡辺理事長の方から先ほど私たちが編纂、えー、しました、えー、JFIR のこの防止のリアルというものの、えー、URL が送られておりますので、ぜひご,ご覧になってください。それではビ部先生、どうぞよろしくお願いいたします。 はいありがとうございます聞こえますか先生方はい聞こえますはいあのウェビナーの参加者の皆様方あの今あ渡辺先生にご紹介いただきましたあの早稲田大学の須波でございますで私はあの法律が専門ですのでまあ、政治とか経済には非常に疎いもので今日のお話もですねまあ、法律家としてのお話だというふうにですね考えていただければというふうに思います。 であの渡辺先生からお話しいただいたのは、まあ、12月末ごろでしたかあのメルケルブレキ,ゼキブレキジット後の EU ということでもちろんですねあのそれ以後一体何を話したらいいかなと思って少しこう考えてきたんですけれども、まあ、正直言ってですねこのウクライナ戦争が始まってからのこの1週間にですねあの EU の中もすごく大きく変わりましたし それから世界も変わりつつあるととといいううことなんだろうと思いますそれで急遽ですねまあ、少しお話しする内容を変えさせていただきましてこのロシアウクライナ戦争とこう交錯するような形でですね EU の話をですねさせていただこうというふうに思っております。でえっと パーポーを作ってまいりましたので、えー、これをですね、えっと、画面共有させていただきながらお話しさせていただきます。一応、今日のタイトルとしては、EU と法の支配に基づく国際秩序、ロシア・ウクライナ戦争を背景にと、まあ、こういう形でですね、お話しさせていただきます。<laughs> あ、これがあれです。ごめんなさい。ちょっといろいろ すいません、ちょっともしかすると共有の仕方を間違えましたかねあこ動きますね。はい。大丈夫ですよ、映ってます。はいで まずですねあの現在の国際社会の現状をどう見るかと、まあ、こういう話なんですけれども、まあ、法の支配が崩壊する国際社会というふうにタイトルをつけさせていただきました、まあ、このウクライナ戦争開始後ですね、まあ、もちろんそれ以前にも中国の海洋進出とかいろいろあったわけですけれども、まああのうん、いわゆる国際法を中心としたあの法学者はですね あの非常にですねこの現在の事態をですね危機感を持ってあの受け止めております。でこのロシアの侵略行為まあこれあえて侵略行為というふうに言いますがあのこれは国連憲章をはじめとする国際法に明らかに違反した行為なわけですね。もちろんロシアはですすねあの国際法上正当化するような ロジックをですね使っておりますけれども、まあ、これがですね、まあ、非常にためにする議論であるということはあまりにも明らかでありまして、まあ、これが国際法上正当化されるというふうに思っている人はですねまずいないと、まあ、こういう状況なんだろうと思いますでこの戦後を、まあ、特に冷戦をですねこの法の支配とか人権尊重民主主義といったような このリベラルな価値観を基軸としてですね、国際秩序を作ってきたわけですけれども、まあ、今回のあからさまなですね、ロシアによる侵略行為そしてそれをですね、まあ、中国がある意味では何となくですけれども支持しているようなそういうような状況でこの先にあるのはですね、一体どういうような社会なんだろうか。 これからはですねやはりバランスオーパワーのみに基づくですね力が支配する国際社会にまた対抗してしまうのではないだろうかというようなこの危機感というのが非常にあの強いわけですね。でこれ特にヨーロッパにおいて強いだろうというふうに思います。でこのロシアのこのウクライナ侵攻が始まって以来、まあ、私の知り合いの、うん 具体的にはオランダ人の先生ですけれども何回かこうメールでやり取りをしていたんですけれども、まあ、彼が言っていたことはその、まあ、もちろん法律家としてこういう事態が起きたことに対して無力感っていうのはもちろん我々感じるわけですけれどもそれだけじゃなくて、えー、自分は恐怖を感じていると。でヨーロッパだけではなくてですねそのグローバルな安全保障体制というものがこれで ししてしまうんで、はないかと、うん、でカール・シュミットはですね、きっと今、墓場の中から笑ってるんじゃないかいうですね。で、まあ、戦後ですね、ヨーロッパ、まあ、これまさに EU がそうなわけですけれども、政治と経済をあ、政治をですね、経済と法に従属させることによって、こう、秩序を保っていくことができると、まあ、こういうふうに考えて EU などを作ってきたわけですけれども。 それが果たして正しかったんだろうかという、まあ、こういう根源的な問題が提起されていると、まあ、こういうふうに彼は言っておりました。でこれはもちろんですねあのヨーロッパだけの話ではなくてえ常にルールベースの国際秩序形成というものにコミットしてきた日本についてもですねまさに非常に強い影響を及ぼしているわけで。 まあ、あのここ1週間の,国,あの国会の議論を見ていても、ですね岸田首相があの決してですねヨーロッパだけの問題だとは受け止めていないというような趣旨のことをおっしゃるのはです、ね、でわれわれ法律家からすると、ですねまさにですねその通りだろうというふうに思うわけですね。で、このような時期に一体 EU について何を論じるべきなんだろうかと。ここれ、まあ、例えば1週間前にですねもしこの あの企画があったとすれば私はきっと全然違う話をですねするんだろうと思うんですけれどももちろんあのフランス先ほどお話になったフランスの大統領選もありますしブレ,キブレキジット後の EU イギリス関係もありますしもうもちろんあのこのウクライナの問題を除いてもですねいくらも話すことはあったわけですけれども、まあ、そういうわけでですね今日はちょっと少し変えて EU における法の支配の話に。 を中心ににやはりお話していいいいここうというふううううとふ思いますでこういうような国際社会がある種の法の支配が崩壊しているという時にですね一体 EU というのは一体どういうこの現象に対して意味を持っているんだろうかということを考えましたで今回の事態はですね、うん、要するに国際法を無視する国家がいた場合国際社会は一体これにどう対応できるんだろうかという 問題をですね提起していいるとううふうに思います、まあ、まさにですね今 G7 を中心にして世界中の多くの国があ制裁に加わりですねなんとかロシアの行動を抑制しようとこういうふうにしてるわけですね。でこの実は問いつまり国際法を無視する国家がいた場合国際社会はどう対応できるかという問いはですね実は EU が ここ10年ぐらいずっと取り組んででできた課題でもあるわけですねえここにあの私今日国際社会の話と EU の話とのいわばこの連結点というかそれを求めてお話しさせていただこうというふうに思いました。で EU はですね、えー、実はあの EU 法というですね法律によって支えられている団体だというふうに EU 法学者は思っておりますこれはあの政治とか経済の方がどう思ってるかわからないんですけれども我々は EU 法がなければですね EU という団体は現在のような形では成立していないというふうに強く思っておりますで EU 法というのはですね国際法よりは一般にはですね非常に実効性が高いものなんだというふうに考えられておりますそれは あの詳しい説明は省略,さ省略させていただきますけれども、いろいろと制度が整備されていてです、ねこう、加盟国が EU 法に違反したときにです、ね、それをコントロールできるように、ある程度の,この制度化ができているで、ここがいわば国際社会と EU との違いなわけですし、EU 法は国際法とは違うというふうに言われる理由もあるわけですね。 しかしながら、ですね、実は EU 法というのは国際法とやっぱり似てる部分がありまして、ある加盟国がですね、本気で、ですね、俺は EU 法に従わないぞと、要するに固く決意してですね、望んだ時には、ですね、必ずしも十分にその国をコントロールすることはできないと、これが実は EU および EU 法の現状なんですね。 でこのことが何を具体的に意味しているかというと、この2010年代以降、ですね EU はいわゆる法の支配の危機というものにずっと内部的に直面してきました。で後で詳しくお話しますけれども、これはポーランドと特にハンガリー、この両国がですね EU 法に対して非常に敵対的な、しかも確信を持って敵対的。 まあ簡単に言えば守らなくて何が悪いというですね、まあ、いわば開き直った対応に出てきたとでこれに対してどう対応していくのかということが EU 内部の問題だったわけですねいかがでしょうかあのロシアの今回の行為と若干ダブル部分っていうのがここで見えてきますよねで私がこれ考えていることはですねこの2なんですけど次にいきますと EU 内でできないことは国際社会ではできないだろう。つまりもちろん何ができるかっていうと、その言うこと聞かない国がいたときにですね、どうやってその国をコントロールするかということができるかできないかという、このことを考えてるわけですけど、EU はですね、先ほどお話ししたように、最も制度化された地域的な国際組織です。で、従ってですね、 EU の中でできることはですね、国際社会でできるとは必ずしも限らない。つまり EU の中で加盟国に EU 法に従わせることができたとしても、国際社会でそれができるとは限らない。だけど逆にですね、EU でできないことは、ほぼ確実に国際社会ではできない。うん、ここはですね、 両方はこういう関係にあるんじゃないかなというふうに思うんですね。例えば EU の中で武力紛争の可能性というのは、これは現在でもほとんどないと思います。しかし、国際社会ではどうかというと、ま,あ、まさにです、ね、あの今回のロシアの侵攻があったように、そういうことが起きてしまうわけですね。さて、そこで,です、ね、じゃあ EU の中で、 先ほどちょっと話をしましたポーランドとかハンガリーのような加盟国による違法行為をこの EU 法により規制することはできるのかどうかというですね、えー、ここについて少しお話をさせていただきたいというふうに思います。うん、でご存知のようにあの EU というのはあの立憲的な価値を共有しているということに基づくですね、えー、国際組織です。 でこ,れはこれらはですね国連の基礎となっている価値ともダブっておりますけれどもこの人間の尊厳自由民主主義平等法の支配人権の尊重といったことがですね EU の尊重する基本的価値であると、まあ、こういうふうになっております。でもちろんですね EU に加盟するためにはあーそれらの価値を共有していなければいけません。 共有している国だけがですね、EU に加盟することができる。で、そのために欧州理事会は1993年にコペンハーゲン基準というですね、この EU 条約の規定をですね、もう少し具体化したような基準というのを作りまして、これに基づいて新しい加盟国に対してその価値の共有を審査しているわけですね。で、もちろんですね、一旦入ってしまったらですね、じゃあ、 もうその価値は関係ないのかというとそんなことはなくてですねもちろん加盟した後もですね加盟国はそれらの価値を遵守していかなければいけないとでこういうわけで実はポーランドハンガリー含めた中東諸国はですねこの90年代以降ですねこれらの価値をどういうふうにそれぞれの国で具体化するかという課題に取り組み そして、一応このコペンハーゲン基準を満たしたという認定をされることによって、2004年の EU の東方への拡大があの実現したということになるわけですね。で、そういう状況の中でも、実はあの法の支配、そして司法の独立はですね、あの非常に根幹をなしている部分です。で、これはですね、ちょっと分かりにくいんですけれども、 EU のの根本原則というのは、EU 法の根本原則は EU 法が加盟国法に優先するということなんですね。えつまり EU で EU を定め,て定めるとそれを各加盟国は遵守しなければいけない。憲法上の理由があってもです、ね、それをひっくり返すことはできない。 で、そのような EU 法の優位があってこそですね、えー、それ全ての加盟国で EU 法が守られる状況が実現し、そして、えー、具体的に EU の目的が実現していくという、こういうふうになってるんですね。で、これですね、EU と EU 法と加盟国法が矛盾するというのはどういう状況かっていうとですね、要するに加盟国の政府および議会の意思と EU、 の意思が矛盾するという、こういう場合なんですね。で、この時にですね、一体加盟国の中でですね、誰が EU 法の優位を守って、その国内法を排除していくのかということになると、これはすべて国内裁判所の役割になるわけですね。ですから、もともとですね、加盟国の国内裁判所には EU 法のシステムの中でですね、 政府とか議会とは異なる立場を取るということが EU から見れば期待されてるわけですね。逆に言えばそれが崩されるとですね、EU 法の優位というのは実際上ですね、加盟国で貫徹しないと、こういうことになります。でところがですね、この2010年代に入ると、このハンガリーとか、 あのポーランドで、えーまあ、いわゆる非リベラルの政権というものが台頭して、えー、政権を掌握しこの EU と矛盾する行動を取っていくようになるわけですね。で彼らがあのどの両国が最初に着手したのはどちらもです、ね、その司法の独立を侵害してです、ね、司法部つまり裁判所をです、ね、自分のコントロールのもとに置くと。 いうことなんですよでこれは先ほどの説明でお分かりいただいたように司法部が独立してるとですね EU に反すする構造っって実際上取れなくなくちゃうんです、ね、だからどうしても両方の政権ではですねそれぞれですねこの司法部に加入してつまり裁判官人事に介入して、まあ、いろんな手段を使ってですね、えー、現職の裁判官を辞めさせて。 で自分のです、ね、言うことを聞く裁判官にです、ねえー、こう差し替えていくというです、ね、まあ、こういうようなことを行うわけですね。で日本ではあ,のあまり報道されていませんけど、ハンガリーも2010年以来、かなりひどいことが行われております。これ、一番面白いのはです、ね、このちょっと丸2を見ていただくと、なるほどと、こういう手段があるんだなと。 いうふうに思ったんですが、憲法裁判所ってのがあります。ここはあの非常に EU 寄りの判断を下す、まあ新 EU 派と言ってもいいわけですね。で、まあそうじゃなくても、まあ法の支配に従って普通にですね憲法解釈すれば、いろいろとこの政権が議会を通して通してくる法律はあの憲法違反のものが多いので、憲法違憲判決を下しちゃうわけです。 そうすると、ですね、どうするかというと、ですね、その違憲判決を下された内容をですね、べて憲法改正して、ですね、憲法の中に入れちゃうんですそうするとどうなるか分かりますか憲法裁判所はあくまで憲法に基づいて審査するわけですから、その違憲の内容が憲法の内容になってしまうと、ですね、もはや違憲審査はできないわけです、ね。 これはですね、実はもう意見審査制を完全に骨抜きにするですね、まあ、非常にですね、あのいい方法なんですが、なるほど、そういう方法があるのかということをあんまり考えなかったんですけれども、ハ、まあ、ンガリーはそういうことを行ってきております。まあ、これ今、一つの例ですけ、ね、ど。それから、ポーランドもですね、やはり同じようなことで、ポーランドの場合は2015年に、 まあ法と公正、えー、という、まあ、正義と訳されることもありますけれどもこれはまあ現政権ですけれどもこれがやはり制限を掌握するとハンガリーに倣って、えー、その裁判所の独立を攻撃してですねここもですね結構無茶苦茶なことをやります例えばあの憲法裁判所判決の無視ってありますけれど憲法裁判所の判決っていうのは官法に載るわけですよね 漢方に乗せてまあ、こう。あの効力が与えられるというふうになるんですけど。この政権はですね。自分の気に入らない。憲法裁判所の判決は漢方に載せ。ない、こういうことをやるわけですね。つまりま非常になんか素朴というか、あのあからさまというか。もむ,むちゃくちゃというかですね。 自分が気に入った判決は官方に載せて有効にする、効力発揮できるようにすると。だけど、そうじゃない判決はですねそもそも官方に載せないと、こんなこともやります。それからもちろん人事へもこう介入しますし、やはり丸さですけれど、この判決の内容が気に食わないと、それを下した裁判官をに対して懲戒手続きを開始すると、とこんなこともやっております。で、一番、あの、 ショッキングだったのは、去年の10月ですけれども、ポーランドの憲法裁判所はです、ね、EU 法の優位をです、ね、否定する判決というものを、2021年の10月に出します。でこれは EU 法の優位というのはです、ね、1960年代以来、EU 司法裁判所の判例で確立している根本原則ですので、当然です、ね、ポーランドが EU に加入したときにはですね、 その EU 法の優位というものを承認して加入しているわけですね。で実際2009年に発行したリスボン条約でもですね、あの宣言という形ですけれども、この EU 法の優位というものはあのこうあきあの宣言の中で明確にですね確認されております。 でしかし、この2021年の10月の判決は、ですね EU 条約自体が憲法違反だと、じゃあ今までやってきたことはお前何だったのかというようなあ内容の判決ですけれども、まあ、こういうことを出して、いわば完全にですね EU に対して喧嘩を売ってると。ですから、あのー、このウクライナの戦争が起きる前までは、ですねこの EU の中で今の一つの大きな問題というのはですね、 この言うことを聞かないポーランドとハンガリーを一体どうするんだというのが、ですね EU の中での大きな問題だったわけですねでもちろん、ですねあの EU はですねこのような加盟国の違法行為が出てくることを想定して作られております。 もともと EU を作ってきた基本的なアイデアの中にはこの国家権力の乱用というものを防がなければいけないという、まあ、強い問題意識がありましてこの EU という存在を作ったということ自体がですねいわばそういう国家権力を垂直的に分解していくということでその,あの権力の乱用を防ぐというその問題意識の一つの表れなわけですけれども。 当然ですすねいろいろと制度も整備されておりますで一つは、ですねこの EU 条約の7条手続きというのがありまして、まあ、法の支配に反するような国に対しては一定の手続きを経て場合によればその加盟国の議決権を停止するとかですねそういうようなことができる手続きになっております。 でこの手続きはそれぞれポーランドとハンガリーの両国に対して発動されておりますけれども、実は途中で止まってしまいます。でそれはなぜかというとですね、手続きを進めるためには違反加盟国を除く加盟国の全会一致が必要だと、こういう制度になっているからなんですね。そうすると、実はこの制度はポーランドとハンガリーに対しては機能しません。なぜか、ポーランドの 違反について議論するときには、ポーランドは参加しません、その欧州理事会には。しかし、ハンガリーは参加しています。で、ポーランドとハンガリーは、どちらも欧州委員会、その他欧州議会、EU 機関、および他の加盟国に叩かれてますから、当然連携しております。だから、ポーランドが叩かれるときは、ハンガリーが拒否権を使います、まあ。まさに安全保障理事会のロシアのような状況ですけれども。逆に ハンガリーが叩かれるときには、ですねポーランドが拒否権を使います。従って、ですねこの7条手続き、つまりこういう国が2か国同時に出てきたらどうするかということを、実はこの手続きは考えてなかったんですね。従って、機、え、能、ー、しないと。で、次にどうするかというと、今度は義務違反訴訟手続きという手続きがあります。 でこれは加盟国が EU 法違反を行っていた時には、ですね欧州委員会がその違反している加盟国を EU 司法裁判所に訴えて、EU 司法裁判所に義務違反の有無を認定してもらうとで、もし義務違反があるということになれば、当然、ですね加盟国はその判決に従わなければいけないし、もし判決に従わなければ、金銭的制裁を課すことができるという手続きですね。 で先ほどの,あのこちらの7条手続きというのは、ですねいわばその構造的な問題をですね全体としてそれに正面から対応しようというような手続きですが、こちらの2番目の手続きは、一つ一つの個々の違反行為に対して、えー、裁判所に訴えていくという、こういう感じになります。で例えば、ですね先ほど裁判官の年齢の,定年年齢の引き下げというのを確か、これちょっと説明しませんでしたかね。 えー、このポハンガリーのところにも出てくるんですが、人事への介入のところです、1ですけど、今いる裁判官、どうにかしなきゃいけませんよね。とですね、定年を引き下げて、ですねで今いる人たちを辞めさせちゃうわけですよ。でそうすると、当然そこに空きポストが出ますから、あそこにですね次の自分の息のかかった裁判官を任命するまあこういうことをハンガリーやりまして、ポーランドもハンガリーに習って、全く同じことをするわけですね。 とこういうような問題については、ですねこれは実は EU 指令の中にですね年齢差別を禁止する指令というのがありまして、例えばこの定年引き下げは、ですねこの年齢差別を禁止する指令に違反するじゃないかと、まあ、こういうことでですね義務違反訴訟を提起すると。当然、これ裁判所はですね義務違反認定するわけですけれども、まあ、このいくつかのハンガリーは、例えばこの判決を得るとですね、 定年引き下げによって退職した裁判官の復職をですね実施するなど、ですね一定程度、その判決に従う姿勢を見せております。で、これやっぱり、義務違反訴訟に対して、ですね従う場合と従わない場合とありまして、まあ、部分的成果は上げてるけど、まあ、全体状況の改善にはまあ程遠いと、こういう状況ですね。 でもう一つ、ここで問題なのはです、ね、先ほど申し上げた加盟国が本当に腰を据えて違反するぞというふうに決意した場合、どうなるかということなんですが、例えばここで,です、ね、判決に従わないと金銭的制裁を科すということができるというふうに、条文にはもちろん書いてあります。でもちろんですね判決に従わないと、従うまで1日あたり100万ユーロ払えとかです、ね、そういう司法裁判所の 判決は出ます。問題はですね、ハンガリーがそれを拒否した場合、支払いを拒否した場合、どうなるかということなんですけど、これ強制的な取り立てはできません。ここにですね、やっぱり一つこう、穴が当然ですね、出てきてしまうわけですね。 まあこのほかにもあの3番目ですけど、国内裁判所がまだ完全に政権によって支配されていない場合にはです、ね、この国内裁判所と EU 司法裁判所が協力して、えー、行動していくという、こういう専決裁定手続きという、こういうです、ね、あの手続きもやはりこういう言うことを聞かない加盟国に対応する手続きだと思います。しかし実際、ここで1、2、3とあるわけですけれども、 じゃあ、それでポーランドとハンガリーは、ですねちゃんと行動,を変えさの行動を変えさせることができたのかというと、残念ながらできてい,いなかったわけですね。で、そのためにですね、一体 EU は次にどういう手段を考えたかというと、ですね EU からの資金移転を停止するという、ですねそういう方法を考えました。 でご存知のように EU からは実はさまざまな名目で加盟国に資金が移転されております。でこの資金の移転に対してですねもしその加盟国が法の支配、それから特に司法の独立とか公正といったようなことを保障していなければですねそういったような国に対してはですねこの EU 予算から加盟国への支払いを停止するということができるようにしようと。 いうのがですねこの2020年の12月に採択されたあの法の支配コンディショナリティ規則とまあ普通呼んでおりますけれどもこういう EU 立法なんですね。でこの立法もちろんですねハンガリーとーポーランドは反対しましたこの立法の採択に対して。でしかしながらハンガリーもあのあのこの立法は理事会の特定多数決でですね採択できる立法でしたので両国が 反対しても、ですね、他の国が賛成したために、このですね、立法は制定されたわけですね。で、このポーランドとハンガリーというのは、ですね、EU からの資金の準受け取り国なんですね。ここにまあ2016年の数字をですね、上げておきましたけれども、実は両国ともですね、EU に払っているお金よりも圧倒的に多くのお金をですね、 もらってるわけですね共通農業政策をはじめとしてその他結束基金とか相当といろんなのがありますけれどもそして現在一番問題になっているのはこのナインティ1 9からのですね経済の立ち直りのために用意された復興基金からのですね両国への支払いです。 でもちろんポーランドとハンガリーは、この規則に対する無効訴訟という制度がありまして、この規則は違法だと、こんな規則を定める権限は EU にはないということで、実はあの訴えを起こしましたけれども、これも実はあのつい2週間ほど前の2月の2 16日に、ですね、EU 司法裁判所は両国の主張を退けて、この規則は有効だと、いう、そういう判決を下しました。 で欧州委員会は実はこの判決をですね待っていたわけですね。で、この判決はこの規則の有効性を認めましたので、さあ、じゃあ、ポーランド、ハンガリーに対して、制裁を、あのこの支払い停止を実施していこうという、まあ、こういう時期に実はこの2月の中旬というのはあったわけですね。ここまでが実は大体です、ね、そのウクライナ戦争が勃発するまでの事態なんですね。 でじゃあ、ポーランド、ハンガリーはどう,なってどうなってるんだろう、現状どうなってるんだろうかということなんですけど、実は法の支配の危機を回避するように、この1週間10日で動き出しております。でこれは先ほどの EU 司法裁判所の,この規則のこの、すみません、10 2月16日の判決も一つ大きなインパクトを与えていると思います。でこれ資金のの移転の停止って もうちょっと別の言い方をすれば、経済制裁ですよね。うん、経済制裁できるようにしようっていう。うん、要するに、相手方からその先ほど言ったあの EU 法の,あの判決を履行しないことに対する罰金取る代わりに無動制払ってこないから、じゃあこっちからです、ね、払う部分をへ減らすぞということになれば、これは相手方があのお金取ったのと同じですので。 経済的な効果として見れば、まあ、ある種の経済的な制裁というふうに読み替えてもいいかと思うんですね。でこの2月16日の判決もかなりインパクトがあったと思うの思います。うん、でそれプララスこののの今回のウクライナの侵略という ものがですねロシアのウクライナ侵略というもの、この両方が合わさって、ですね実はポーランドとハンガリーのこの法の支配の危機と言われたものは今、急速にですねここ1週間、解決する方向に動いております。例えば、ポーランドを見れば、ですねこの争点となっていた最高裁の懲戒法廷、これはあの裁判官を懲戒したりするための特別法廷を作った立法で、 特別法廷を作っておりまして、これが実は法の支配との関係で非常に問題になってたわけですけれども、これを廃止する立法を制定するというようなことを、ですねこの,あの政権が言い出しておりますで。現在のドゥーダ大統領、これは実は進行するすでに前の段階なんですけれども、うん、ウクライナへのロシアの軍事圧力に直面して、EU の統一のため、 委員会との紛争を解決するっていうようなこんなことを言い出しておりまして、うん、まあこのいわゆる具体的に戦争が既に始まる前の段階でですねこのポーランドはですねどうもこれはあのこういうロシアの対応を見ていると。 やっぱりちょっとあまり EU と喧嘩してもまずいんじゃしょうがないんじゃないかというふうに思うようになっていたことがこの発言から分かるわけですけれども、まあ、これに対してさらに先ほどお話しした EU 司法裁判所の判決がありそして具体的なあの進行があったという中でですね状況はあの急速に変わっているというふうに言えると思いますまあもちろんですねこの懲戒法廷を廃止するだけで果たして法の支配との関係で十分かどうかという問題は あ,ありまして、えー、仮にこの懲戒法廷が廃止されてもですね、えー、紛争が完全に終結したと見ることはできないという見方も当然あるわけですけれどもただいずれにせよずっと突っぱねていたあのポーランド政府がですね重要な部分について EU 側に譲歩するように態度を変化させつつあるということはあの見落としてはいけないんだろうと思います。 それからハンガリーはですね、そこまでですね、あの明確な法の支配との関係での動きというのはまだありません。でこれはあの4月の3日にですね、ハンガリーでは総選挙があの予定されておりまして、まあ、動きがあるとすればそのあとではないかというような観測が報道されておりますけれどもただやはりロシアとの関係ではですね、あの非常に態度がですね、変わっております。 でハンガリーはですね、EU 内ではあの最もあの新ロシアの国でありまして、あの何、ー、ていうんでしょうね、いろいろ報道を見てると、ハンガリーのことをロシアのパペットステート、要するに傀儡国家だというようなことをですね、言うような報道すらあります。でしかし、ですね、このロシアに対する制裁、これも 先週の木曜日ぐらいの段階では若干の躊躇が見られましたけれども、この全面的なあの軍事侵攻があの明らかにな,りなって以来、他の EU 加盟国と協調するようになっておりまして、明確にですねウクライナの領土主権と独立の支持を表明するというふうに首相の態度は変わりまして、まあ、ここもですねやはり将来一定の歩み寄りが予想されるのではないかと、まあ、こういうこと。 で今日もやはりあのちょっと報道を見てましたら、EU はですね、この戦争が終わったら、ですねプーチンの銅像を立てるべきじゃないのかと、プーチンのおかげでですね EU 内部の結束が強まったんだと、あこういうようなあの報道がありましたけれども、確かにこのポーランドとかハンガリーの状況を見ていると、それは一面ではですねそういうふうに言えなくもないのではないかと、まあ、こういうふうに思います。 でここでちょっと若干まとめておきますけれども、うん、もちろんですね、この、うん、経済制裁、EU からの資金移転がどこまで効くかという問題がこれから常にあるわけですけれども、もし、ですねこのポーランド、ハンガリーがこれでですね法の支配の危機を出して、ですね EU とともに法の支配を実現していくということになるということになれば、ですねえこれは EU 法。 とといいううのは脈を保ったというかですね EU における法の支配というものはこの再建といいますかね実現というかこれに望みをつなぐことができるわけですねでそうであれば先ほどの最初の問いに戻りますけれど国際社会の法の支配へもなお一末の望みをつなぐことができる、まあ、要するに EU 内でできないことは 国際社会ではまずできないだろうということで、もしだからポーランド、ハンガリーを言うことを聞かせることができなければですね、どうやったってロシアに法の支配など守らせることなどできるはずもないと、まあ、こういうことになるわけですけれども、まあ、どうもあの、まあ、ウクライナ戦争のおかげという部分も半分あると思いますけれども、EU における法の支配の実現にはまだですね望みをつなぐことができると。したがって われわれ法律家として見れば、ですね、国際社会の法の支配へも、ですね、なお望みをつなぎたいということになるんだろうなと思います。で最後に、ですね、ウクライナ情勢の対応について、いくつかですね、えーえー、言及して終わらせていただきたいと思いますが、一つはですね、ウクライナの EU 加盟ですね。 現在、ウクライナと EU は連合協定を締結していますけれども、それ以上の関係ではありません。しかしながら、ウクライナ政府はですね、このロシアが侵攻した直後に、ウクライナは、EU はウクライナの加盟を認めるべきだというふうに要求しておりました。EU 内にもですねあの、それを支持するような報道なども確かにありました。しかしかこれはです、ねあの まあ、すぐは動かないんじゃないのかなと思っておりましたら、これ、今朝の報道ですけれども、EU がですあウクライナがですね EU に対して正式に加盟を申請し、えー、それからフォンデアライエン欧州委員会委員長がですねウクライナの EU 加盟に支持を与えるという、まあ、こういうようなあの報道がありました。で実は今朝ですねあのー なんんてううでしょうかあのアメリカのノースウェスタン大学がですね、あのウクライナとロシア、あロシアのウクライナ侵攻に関するこう、まあ、オンラインのですね会議というのを開催してまして、そこにですね、ウクライナの研究者がキエフからですね大量にオンラインで参加してたんですね。えっと、キエフスクール・オブ・エコノミックスの確か学長とかですねあの、教員の人たち何人か出てきてて、それにノースウェスタン大学とか、その他アメリカの 人たちがこう参加しててで、その時にやはりこの EU 加盟の話が出てきたんですけれども、まあ、要するにですね、そのある種のこう、まあ、シグナルとしてですね、NATO にはこう加盟しないけれども、EU には加盟するんだと。でこれはどういうですね、えーまあ、つまり NATO に加盟しないことがあったとしても、ですね、えー、EU には加盟するんだとで。これはどういうシグナルかというと、ですねウクライナは。 ヨーロッパの一員であるんだという、ですねそういう,うメッセージをですね出したいんだと、まあ、こういうようなことを説明しておりました。これはやはり今後、ですね動きがある、どうなるか分かりませんが、1つのポイントだと思います。2つ目は、ですねウクライナからの難民の流入ですね、EU 内への。でウクライナは、この EU の4加盟国とですね国境を接しております。 で特にポーランドとの国境が一番長いわけですけれどもあの、うん、現在です、ね、このポーランドはです、ね、このこのウクライナからの難民の流入に対して非常にです、ね、あの積極的に対応しようとしているように見受けられます。 ご存じのように中東の国というのは、ですねこの中東諸国からの難民受け入れに、つまり2015年の難民危機以来の時についてですけれども、あの中東諸国からの難民受け入れには極めてですね消極的であったわけですね、ポーランドもハンガリー。しかし、ポーランドはですねウクライナ難民の受け入れには非常に積極的で、まあ、ある種そこに まあ EU のダブルスタンダードのようなものをですね見てしまうことも可能かとは思いますけれどもあのポーランドの内務大臣はですね100万人の受け入れの用意はあるんだとこういうことを言っておりますで確か難民危機の時に、えー、2015年に、えー、難民申請をした人の数は150万とか160万とかっていう数だったんだろうと思うんですねですから100万という数はポーランドにとってみればものすごく大きな 数だと思うんですけれども、それをですねあの受け入れると、まあ、こういうふうに言っております。で、ここも果たしてどうなっていくかということが1つのポイントかと思います。それから3つ目は先ほど言った EU 内の結束とも関係しますけれども、その対ロ制裁措置をめぐる不一致から協調への転換という感じですね。でこの 日本でもよく報道されていますけれども、この国際銀行決済システム、SWIFT からの排除について、ですね確か先週の金曜日になりますか、あったあの EU の会議ではです、ね、でこれ、ドイツとハンガリーとイタリアの3カ国がですね反対したと思うんですね。でドイツもイタリアも、ですねあのもちろんロシアへの天然ガスの供給を依存しておりますし、それからハンガリーは先ほど言ったように、深ソの国ですから。 ですから、一旦はですね、これは、そのスイフトからの排除ということはまとまらなかったわけですね。でしかしながら、このロシアの,の全面侵攻と、それに対するウクライナ軍、市民の激しい抵抗という状況の中で、急速にですね、事態が変わって、ですね、27日になると、ですね、スイフトからの部分排除ということに合意すると。 いいううこことにこう変わって、えー、いきますまさにですね、その1週間前の EU はですね、今日の EU とは違うというようなことをですね、象徴するような、まあ、事態はですね、あの非常に流動的になっているんだろうというふうに思います。で最後になりますけれどもあの ヨーロッパのいろいろな学会がですね、このロシアのウクライナ侵略に対してですね、すでにこう声明を出していますけれども、このロシアのウクライナ侵略に関してのヨーロッパ国際法学会の会長および理事会の共同声明というのが出てまして、えー、これがですね、最後のこの一文ですね。まあ、今っていうのはまさにウクライナ、ヨーロッパ、そして世界全体にとって、もうとんでもない日だと。だけど、法の支配の維持に対する我々の決意はかつてないほど。 強くなっていいるというですねあの、まあ、何をユートピアみたいなことを言ってるんだというふうに思われるかもしれませんけれどもこれからまあ私もですね短期的もしかすると中期的にあの世界はパワーポリティックスバランス・オパワーの状況になっていくと思いますしかしですねずっとそのままでいいとはやはり思わないんじゃないか世界も世界の各国も人々もですね またその次にはです、ね、こう国連、国際連盟、国際連合ができたのと同じようにです、ね、どうその制度化してこう安定させていくかっていうです、ね、そういう議論が出てくるんじゃないかなと思います。まあ、そのために、これからです、ね、法律家は厳しい時期だと思いますけれども、その時期が来ることを待ってです、ね、アイデアを練らなければいけないんじゃないかと、まあ、こんなふうに思っております。 で最後にですね、これはの、渡辺先生、伊藤先生、田中壮光先生、福田先生、皆さんにですね、あのご寄稿いただいている、このお日本評論者から去年の、あ、これ、すみません、2022年って書いてあるんです、間違いです2021年の11月の末ですけれどもあの、一つ新しい本が出ておりますので、もしですね、あのー、ご興味のある方はですね、ウクライナ戦争前の状況になってしまいますけれども、 見ていただければというふうに思いますどうもご清聴ありがとうございましたはい、失礼しましたどうも相模先生ありがとうございます最後にちょっと出たのはですね今相模先生がおっしゃられた本を取りに行ったんです <laughs> これです。サル先生の編集。そう、最初にこれをご紹介しておくべきだったな。とてもあの私も書いてますけど、私の以外は大変いい論文が並んでおります。包括的なあの本になっておりますので、これ1冊で今の EU が全部わかるという、そういう本で便利な本です。あの今日ここのメンバーの,あの半分以上の方が <laughs> 寄稿されています。失礼いたしました。はい。 えー、どうもありがとうございました。えー、あのー、根幹にあるのは最後あのスライム先生ご自身が繰り返されたようにまあそれはちなみ言葉で言えばパワーポリティックスと言いますかそういう世界に変わりつつあるというふうにもう言われる中で法律家としてみたら国際法の専門家としてみるならばまあその 法制度による、まあ、あの普通一般学説史的にはパワーポリティックの世界はリアリズムそれから法制度の世界はリベラリズムとか単純化していますけれどもそう単純なものではないといまさにパワーポリティックスのような世界に移るという議論がまたそろろ盛んになるけれども一方でその我々の、まあ、ちょっときれいな言い方になりますけれども人間の理性そういったもので やっぱり抑えあの部屋を保つそういう努力はしなければいけないし、そういう見込みもあるのではないかというふうなことが最後の問題提起であろうかと思います。またあの私の勝手な解釈であれば後でごご訂正ください。そういう意味ではあの、えー、ウクライナ情勢をめぐり、またそれに対する EU の対応などを法的立場から議論していただきながら、一つの大きな今日の EU また国際社会に向けたあの問題提起をしていただいたと思います。えっとまた少し順番変わりました。あの前後してあれですけれども、このウクライナ問題に関してはですね、実はあの国日本国際フォーラムの方でユーラシアダイナミズムと日本外交という研究会がございます。まあ、そちらの方も私あのやらせていただいておりますけれども、あのそちらの方で。 3月の8日に、これはあのヨーロッパではなくて、えー、ロシア、ウクライナを含むです、ねえー、ユーラシア研究の専門家の集まりですけれども、えー、そこで3月8日に改めてあのウクライナ問題をそのユーラシアの立場から議論するアメリカの専門家も入っておりますのでぜひあの視聴者の方にはそこをご,覧、ま、たご参加いただきたいと思います。また同時に あのウクライナ問題についてはですね、あの私たちあの,あの昨年からフォローしておりまして、あの YouTube でウクライナ元外務大臣のインタビュー、私どもでやりましたインタビューとか、それから元大使の方の発言も聞かれています。結構あのロシアに対する強い姿勢というのが特徴で、あの最初のウクライナの元外務大臣の え講演および我々のあーワークショップについては YouTube の方で挙げられておりますあの日本国際フォーラムのホームページに出ておりますあのウクライナ問題の,あの、えー、そのものの話についてはあのそちらの方を中心にまたあの視聴者の方にもご覧いただければと思います前後して申し訳ありませんけれども、えー、パワーポリティクスの世界に対して高秩序の有効性 えー、こ,こ,これを一つ EU を切り口にお話しいただきました。えー、そこであの私もですね、感じるといろいろありまして、あのまあ、司会者の特権で一つ、須山先生に2、えー、つほどあの質問をコメントを兼ねて質問をさせていただきたいと思います。えー、一つはですねあの、最後の方におっしゃられた、えー 日ライアン委員長がですね、あのウクライナの EU 加盟について積極的な姿勢を示したということですけれども、確か2014年の時にはあの、連合協定ですけれども、ウクライナが連合協定に変わると、それをプーチンは EU に加盟するというふうに拡大解釈をして、 それが一つ大きなな問題になっていいたかと思いますで、えー、ちょうどその頃ですね2014年あのクリミアの危機があった時に、まあ、スアム先生それから福田先生田中先生皆さんあの EU 研究者の方々これまで出られてると思いますけども2014年の春にクリミアの紛争があって夏にあのブリュッセルで、えー、世界の、e、歴史 EU 研究者大会がありましたエクサ と当時まで行ってましたかね。でそこに私あのだんだん日本人の参加者は少なくなってきて,てまして日本人は34人しかいなかったんですけれどもあ行ってまいりましてぜひウクライナの話をいろいろ質問してみたいと思って聞いたことがありますでその時にあの特にドイツ人のドイツの国際法それからあのベルギー人やなんかの,あのベルリックス韓国の方々の話を随分私あの個人的にも質問しましたけれどもえー このクリミア問題どうするんだという話をしましたこれみんなで考えていかなきゃいけないね、法律家でしたけれども、私が主に聞いた方々で、それで、えー、じゃあ、その私はの日本、アメリカサイドからこう見ますと、EU の制裁がちょっと手ぬるいと,あのと思っておりました。アメリカに比べればあの、ちょっと手ぬるい感じがあったもんですからね。えー、そうしますとねいや、みんなで解決していくんだという話がよくされました。 そのみんなの中にはロシアも入るんですかってったもちろんだよと言われましす、えー。ロシアはあのヨーロッパであるというふうなことだったんだと思います。でもう一つう、じゃあ、ウクライナが EU に加盟をするということで、ロシアが、えー、非常にロシアを刺激している、ロシアが、えー、センスティブになっていると、このことはどう対応するんだというふうに聞きましたら、いや、連合協定といってもすぐに加盟じゃないと。 10年先かな、20年先かななんてことを言ってて、それはもうロシアの反応とも、我々日本やアメリカでの反応とも違ってたわけですね。まあ、そこにあのヨーロッパのロシアに対する親和性とか、親和性とか距離感の違いっていうのがあるなというふうなものをつくづく感じました。でそういう意味でえ考えますと、1、えー、つのまず最初の質問ですけれども、 えー、NATO 加盟と EU 加盟、やっぱり違,い違うと思いますけれども、えー、やはり、えー、プーチンの言ってるのは、今は NATO の加盟というに対するあの中立かということですけれども、まあ、EU に仮に、十数、八年前は維持になるかわからないと、ウクライナの加盟、維持になるかわからないというのは調子だった、本格 正式な加盟はいつになるかわからないということだったんですけれども、果たして今回、えー、そういうふうにすんなり進むのかどうかということをちょっと考えたりしております。私も今朝オンデアライアンさんの話を聞いて、そう思いました。それから、えー、ヨーロッパから見て、第2点ですけれども、もうすでに言いましたけれども、えー、ロシアを見る見方というのは、やはりちょっとアメリカなんかとは距離感がある、ちょっと違うんじゃないかなというふうにも思いました。 あのー、今日のうの佐々先生の話、大きな国の中で、えー、ロシアという外敵を前にして、EU の吸収力、むしろ強まっていたところもあるでそこに、えー、パワーポリティックスの世界の中での法制度上の、えーまあ、人間の理性のような、そういう、えー、いい面にも着目して、信じていきたいということであろうかと思います。 でそういった意味からすると、えー、繰り返しになりますけれども、NATO の加盟と EU 加盟、それからヨーロッパから見てロシアをどう見るのか、そして今日う、例に出ましたポーランド、ハンガリーというのもまた、これまた、あのー、少し、あのー、EU のブリュッセルから見ますとまた距離があると思いますけれども、そうしたヨーロッパの中に、あるいはユーラシアにおけるヨーロッパから見たそれぞれの地域の あり方ののの違いいいいいとと言まますか、かそうううももが一つあるのではないかなという気もしました、えー。ちょっと漠然とした質問になりましたけれども、あの口火としてそういうふうな質問、まず、諏訪先生の方から何かございましたら、お前の質問、検討違いだよと <laughs> いうことも含めておっしゃっていただければと思います。はいあのあの、渡辺先生、ありがとうございましたあの。政治に渡るような部分もあるので、私がどれだけうまくお答えできるかわからないんですけども、 私、この間見ておりまして、やはりあの今回の全面的な軍事侵攻というものがです、ね、ヨーロッパに対してはものすごく大きな衝撃を与えているということが一つあるんじゃないかなと思うんですね。これがもしドンバスだけにとどまっていたとしたらです、ね、私はおそらく全然です、ね、状況は変わったんじゃないかなというふうに思うんです。つまりヨーロッパ的に言えば、まあ、それはドンバスで あの,地域あの領域を拡大したりとかですね、戦闘するとかっていうですね、それはありうる、まあ,なんかありうるって言えないですけど、理性的に考えて、<laughs> ロシアのあるうる行動だろうと。だけど、それがですね、オデッサにも上陸するわ、ハリコフは落とそうとするわ、キエフは包囲するわっていうですね、全面戦争ですよね。これがやはりですね、何か少しこう、あのー、 そこでなんかそこがやっぱりレッドラインだったんじゃないのかなっていう気がするんですね。ですから金曜日の段階ではまだどこまで戦争が拡大するかっていうことが分からなかったのでスイフトに対してもからの排除に対しても非常にこう意見が一致しないわけですけどそれがあの土曜日土曜日,日曜日ということで全面的な進行なんだっていうことが分かったことによって。 あの状況は一気に変わったんじゃないかなというふうにあの見ております、これがまず非常にあのベーシックなところでの,のやっぱりそれはあれですよね、ロシアの勢力圏といいますか、うんえー、そこはあの法律的には認めないけどまあ現実として、事実としてあの受け入れざるを得ないみたいなところがあるということですよね。うん でのこの間、だから一気にですねいろんな国の政策が変わってますよね、もちろんドイツはあの軍事費の増大ですだけに踏み切りましたし、あのスウェーデン、フィンランドなど含めて、ですねいわゆるあの武器の供与を始めましたよねあの、ウクライナに対して。これはですねやっぱり すごく今までであればそんななこと失敗しなかったもしかするにしても非常にですねあの自己抑制的にしか行えなかったんじゃないかなと思うんですけれどもあの報道を見る限りにおいては非常にこう全面的なこう支援に入ってるだからその EU の加盟についてもですねやはり同じで まあそのクリミアのところだけの話の時には、やっぱり EU から見てもなんとなく干渉地帯欲しいし、ウクライナってまだ親ロになるのか、親欧米になるのか、どっちになるのかもよくわからないしっていう、ですね EU 側かもそういうふうに見てたんじゃないのかなと思うんですけれども、今回のこの対応を見てると、ですねやはりここでウクライナ助けなくて、一体いつ助けるんだと。でポーランドはですねこの あのウクライナの迅速な EU 加盟を支持するという立場をなんか明らかにしているようですね、何かそういう報道も見たんですけれども、ですから、普通に考えたらですね、加盟交渉なんてものは年単位の話であって、ですねおよそすぐ進む話じゃないわけですけれども、まあこれ、よく分かりませんけれども、もしかしたらですね、その 迅速な加盟交渉の進展というようなこともありうるのか、まあ、それがもしかしてそのロシアに対するこう圧力として機能するのであればですねそういうような選択肢っていうこともあの今日の段階では排除できないのかなと思いながら今朝のニュースを見ていたんですけれども、まあ、とにかくそれだけですねあの今回の全面的な進攻に対するこう 危機感というものは、あのおそらく我々が考える以上のものなんじゃないかなと思うんですね。で、ベルリンと例えばキエフの距離を考えてみますと、大体東京と旭川とかそういう感じですよね。でもちろんドイツ国境とそれからウクライナ西部と比較すれば、もっとその距離はこう近くなるわけで、そこでですね、こう戦争が起きているっていうことのやはりこうなんて言うんでしょう。 現実感というものはですね、やはり我々が日本から見ているのではなかなかわからないそういう感覚があるんじゃなかろうかなっていうふうに想像しますけれども、うん、以上です。はい、ありがとうございました。適切なお答えかと思います。それで今ちょっと話題に出ましたけれども、あのドイツの話ですね。あの、えー、私もあのドイツがあの仏教よということで、あの。 スティンガーミサイルですか、それからロケット砲の発射発射機とか、あの戦隊員500隊員で送るというふうなことが出ておりましたけれども、あの2つのことがありまして、ドイツはあの要するにロシアに対してヨーロッパの中でも非常に親和的、まあ、経済的な問題の関係もありますけれども、まあ、そういった中であああの、まああのま融和的といいますか、かつての,あの 東方政策以来のブラント外交以来の、えー、ドイツ外交の基本軸があると思うんですがそれがかなりここにきて失敗であるという批判も出てる、えー、と思いますそれからもう一つポストメルケルのシュローダの、えーの指導力といいますかねそれも一つ出ておりますけどその辺はどうでしょうかあの、えー、ドイツご専門の中村先生あたり考えられてることがあるんじゃないかと思いますけども。 ありがとうございます。それじゃあのちょっとあのウクライナの侵攻で全然話が変わってしまったものですから、えっと、大慌てで,ですね、この、えっと、3日4日でずいぶん状況が変わりましたので今渡辺先生や浅見先生からお話がありましたように政策自体がですねすっかり変わってしまいましたので簡単にパワーポイントにまとめておきましたのでこれ私の持ち時間78分頂い,いてもよろしいんでしょうか。 その後であとでまた澤部先生があのもし、書、はいあったらえていただくことにそれじゃあ,、はい、あの今、画面共有いたします。 見えておりますでしょうか。大丈夫ですよはい、じゃあ、ちょっと簡単に始めさせていただきます。あの、今、あの、須波先生からのお話、大変勉強になりまして。まあ、すでに、あの、須波先生や渡辺先生の方から、ドイツの対応については、少しお話が出始めておりました。けれども、改めまして、あの、ちょっと重なる部分もありますけれども。えっ、ー、と、この最近のですね、二三日の間に起きた、ドイツの政策の変化について、お話をしておきたいと思います。あ、すみません、先ほど社長、え、七分ぐらい、ちょっと五分以内ぐらいで、お願いできますか。はい、わかりました。 あれえー、とこの3点についてお話をさせていただこうと思いますが、えーとえー、今の政権の構成がです、ね、社会民主党と90年連合ミドルの党、自由民主党の3党による、いわゆるまあ信号連立というものになっています。 おりまましししてててキーパーパソンととはここに紹介をいいるレベルあの方たちだと思いますショルツさんにご自身は社会民主党のご出身で、えー、と副首相としてミドルの党からハーベックさんという方が入られて、えー、と財務大臣にリントナーさんこれが自民党から出ておりまして外務大臣は女性のベアボックさんそれが国防大臣も女性でランブレヒットさん、えー、とショルツさんとそれからランブレヒットさんはいずれも弁護士の方でございます。 で、こういった新しい政権が発足をして、まだそんなに日が経ってないわけですけれども、いきなりこのウィークライナー進行というえー、事態に直面をしまして、えっ、ー、と新しい政策はですね。この2、3日でまとめられております。で、これはあのここで紹介しているのは、えー、つい夫ついですか？27日の日にえっ、ー、と。 ショルツ首相が連邦議会で演説されまして、一課のような点を決められております。一つはノルドスリーム2ですね、ガスパイプラインのロシアからの、これの稼働手続きを止めるということ、それから最先端技術のイル輸出を停止するということ、それからロシアの公務員に対するビザ発給停止。 それから、えっと、ウクライナに対しては、えっと、携帯型地対空ミサイルのスティンガー500発と対戦車火器 1000, 1000発の供用、それからあの先ほどもすでに話に出ておりましたスウィフトからの、えっと、金融機関、ロシアの金融機関の排除ということでございます。でえっと、国内ではです、ね、連邦軍に対して、えっと、連邦軍の近代化のための1000億ユーロ、まあ、約13兆円相当ですけれども、これの基金を2022年予算で措置すると。 でこれについては、えーと、最も財政に厳しい立場を取っている、えー、とリントナあ財務大臣も基本的に同意したというご紹介が連邦議会の方ではありました。それから戦闘機と戦車の、えー、と特にフランスとの共同開発を決めております。それから軍事費については2024年までに GDP2% まで引き上げるという、まあ、これはアメリカ側の主張とほぼ沿ったものですけれども、えー、と必ず実現をすると。 ということですねあと連邦軍のリトアニアへの増派、それから上空監視のためのルーマニアへの増派、スロバキアにおける NATO の新部隊の創設、えー、と,創設とそれから派遣ということですね、それから、えー、海軍については北海とバルト海と地中海に海軍艦船を増派するということで、連邦軍もにも、えー、要するに自国防衛の観点からこういった措置を取るんだと。 であと民生については石炭と天然ガスの貯蔵強化それから調達先の多様化を図ると LNG 施設の2施設を建設するということそれから同一、えー、社会のリジリエンスを強化するために栽培攻撃や情報操作偽ニュースなどに対する対応を措置するということを言っています。で これらというのは、あの先ほど、スワ部先生の方からもありましたけれども、えーと、ドイツの平和主義とスウェーデンの中立をです、ね、この1週間でロシアはな、えー、くしてしまったと見、見事にですね、ということが新聞なんかでも言われております。でえー、とドイツについては、えー、とショルツ首相はです、ね、プーチンの目標が、えー、と演説からですと、ロシア帝国の再建にあるというふうに判断をしていると。でロシアのウクライナ侵攻を自由民主主義。 繁栄への脅威であるということで、安全保障上の脅威というふうに位置づけて、軍備を増強する必要があるということでして、これまでのいわゆるあのシビリアンパワーとしてのです、ねえー、とどちらかというと民政に中心を置くという対外政策が、えー、と根本的な転換ということになっております。であともう一つはウクライナ侵攻によってです、ねまああの それまでのメルケル政権下で特に進んでおりました西側という意識の希薄化が進んでいたわけですけれどもウクライナ侵攻によって先ほどあの阿弥先生からもお話ありましたけれども EU と NATO の,の結束を促す結果になっております。で、もう一つドイツの貿易による変化という政策があったわけですけれどもこれはあの先ほど渡辺先生の方からお話ありましたが1960年代のブラント政権の時に、まあ、ロシアといいますかソ連に対して あるいは党に対して、まあ、要するに責任による変化という政策を取ったわけですけれども、現在はドイツがですね貿易を通して戦法の変化を促すんだということで、貿易による変化という政策をやってきたわけですけれども、これがこのロン・コンカの進行によって、明確に破綻をしたと。 いうことで、もうドイツのこの貿易の変化政策というのは、えっ、ー、と、えー、これまでのようなわけにはいかないということになったかと思います。ただ他方でドイツにはですね、えっ、ー、とよく知られておりますように、元首相のシュレーダーさんをはじめですね、オーストリアのえっと外務大臣をしていたあの。 クナイスルさんとか、要するにロシアの意向を受けてですね動く西欧の政治エリートがおりますので、えー、とこういった人たちによる巻き返しというのもあ予想されているのかなというふうに思います。で、えーとまあ、ただドイツの政治エリートの間で共有されてきたロシアを国内的には民主主義、対外的には協力に向かわせる一番の方法は、経済的な総合依存を高めることだということで、これ、あの2年前に。えーと おあのグローバルガバナンスの中でも招きして名古屋大学と早稲田大学で講演していただいたクンドライさんなんかもあのドイツの,あの政策の目的を言っていたわけですけどもこれが、まあ、明白な破綻,破綻を迎えたということだと思います。3点目は、えーと ドイツが行ってきた紛争地域、まあ、ドイツ自身は武器輸出大国ですけれども、紛争地域に対する武器輸出というのは控えてきたわけなんですけれども、これがですね、侵、え、攻、ーえー、前までは、えー、とやっていたわけですけれども、ヘルメットを5 0を送るとか、野戦病院の設備をウクライルに送るとかって言ってたわけですけれども、大変不評だったわけですが、えー、実際に全面侵攻ということになった途端ですね政策を転換しまして、す、え、べ、ー、ての、まあ、先ほどご紹介をしたような武器を送るということでですし。 で、この紛争地域への武器輸出を控えるという政策も、これも転換を迎えたというふうに言えるかと思います。で、簡単に背景をご紹介をしておきますと、あの、えー、クリミアの時にですね、あの、あまり有効な手を、まあ、ドイツとしても、あの、積極的には打たなかった厳しい経済制裁に、あの。 最終的には同意したわけですけれども、メルケル首相は当時、まあ、それに対して非常に慎重であったと、まあ、先ほど渡辺先生からもご紹介がありましたように、まあ、メルケルさんというのはプーチンにとって、ヨーロッパの中で最も理解をしてくれるリーダーだということで、その関係があったわけですけれども、えー、この時の甘さがですねやっぱり今になって、今につながっているんではないかというのがです、ね、ドイツ国内でも指摘が出ております。 でえー、とその当時の世論調査でもです、ね、西側とロシアとの仲介をするんだと、ドイツはですね、ドイツは西側ではなく仲介役なんだというのが49%、西側と歩調を合わせることが大事だと言ってたのが45%だったわけですね、ところが旧東ドイツ地域については、やはりです、ね、仲介役は60%で、西側と歩調を合わせるべきだと言ったらわずかに31%。 だったわけですねですから、相当にドイツの世論というのは統一後にですね旧東ドイツの方たちを迎えて非常に変わったということが言えるかと思います。でえー、と今回はですね全面戦争ということで、えー、とまあこれがドイツにとって自国の防衛に自国の安全保障に密接に関わる戦略的な衝撃だということを受け止めた可能性があります。ただ他方でですね、えーと これは2022年、まあ、つい最近の世論調査なんですけども、インフラディマップです。インフラテストディマップの世論調査の結果ですけども、ウクライナの武器供与に支持しているのは20%で、反対が71%なんですね。 で,反対44していますですから現在の状況を踏まえてですね、えー、とショルツ政権が、えー、とぐっとです、ね、政策を変えているんですけれども、世論がついてくるのかどうかというのはこれからの話でして、これをあのどう説得していくのかというのがショルツさんにとって重大な。 あのえー、課題になるんだろうと思いますそれから2つ目はですね、ここまで政策を変えるきっかけになったのは、えーとまああの、視聴者の方も含めて、もう既にお読みになっていると思いますが、国際社会の中でドイツは信頼できる同盟国ではないという批判が新政権になってから随分と出ました。でそれはあのノートストリーム2を稼働させようとしたりですね、えー、と このウクライナへのです、ね、武器給油についての領空の使用も許可しないというふうなことがです、ね、やはり相当に、えー、と同盟国からはあの不満だったということですね。で、インパクトを与えただろうなと思うのは、ウォール・スウィッチ・アーナルに出たジャーマ a n y r e l i アメリカンアライト・ m e r 9という、このドイツは信頼できる同盟国ではないという。 あの論説が出まして、気候が出まして、あとその後ですね、ドイツ側でもですね、それを踏まえた、ああドイツ新政権の熱い紛争への冷たいスタートなどというまあコメンタリーも出まして、全般的にですね、ショルツ政権の安全保障政策に対して疑問符がつくという国際世論が随分と出ました。で、ショルツさん、それも踏まえてえ、プーチンさんとあのマクロさん大統領とともにですね、直前まで外交トルコを あの精力的に展開をしてこの点は偉かったと思うんですけれども結局はこういった形になりましてやはりえとまあうまくいかなかったとまあメンツを潰された形になってしまったということでやはりショルツ政権のですね政策に対する批判というのが非常に大きかったと。で最後にですねもう一つ一つ言ってこなくてはいけないのはこの政策転換はショルツさん自身がですね 非常に積極的にやったものかというと、そうではありませんで、えーとまあ、特にドイツの場合、ご承知のように、えー、とガス供給、ロシアからガス供給を受けていて、その比率があの半分近いですし、まあえー、とス i フトからの制裁なんかで反対をしてきたんだということを今、菅波先生からもお話がありましたけれども、えー、と実際のところ、ショルツさん自身としてはあまり適応したくなかったというのは本当のところなんだろうと思います。ただ、これ、 ショルツさんご自身の社会民主党の青年部からもですね、なんでドイツはスイフト制裁に動かないんだということで、かなり厳しい批判がもうすでに出ておりましたし、それからゼレンスキーさん自身からもですね、ウクライナ大統領のですね、たびたびそのスイフトの制裁をやってくれというのが EU の会議なんかで出ておりましたので、えー 進行後にですね、えー、と武器供与とともに政策転換を図ったと。ただし、この点についてはこの紛争がですね、一定の落ち着きを見せた段階でドイツの政策にの変化変更というのはトゥーレイトだったのではないかという批判が出る可能性は非常に大きいんだろうなというふうな気がしております。あの私の方からは以上でございます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。えっと私の方からあの。 頼んでたわけではないんですけれども、中村先生の方であ、えー、の準備されてたようで、あのドイツの立場あるいはまたヨーロッパの一部の立場をあのいただいたっていう形になりました。どうもありがとうございます。えー、本当にあの <laughs> あのお願いしたわけじゃないんですけれども、ね、カバーされていただきしていただきました。ありがとうございます。いかがでございます。今スアミ先生の方で今のドイツの立場を聞きになられて何か一言ございますか。 いや特に、えー、ございません、なるほど、そういうことだったのかっていうような話ですいません。はい、それではあの、えー、時間も押しておりますので、皆さんの方から、えー、またフロアの方からもありましたら、あのえー、チャット等であのあの手を挙げていただいてはあのじ、自分のお声で話していただいても結構ですし、チャットや Q&A でも結構でございます。いかがですか、皆さんの方から。 ちょっとフロアの方から Q&A が入っておりますので、それあの、パネリストの方々には見れると思いますので、サミ先生ご覧になれます ?Q&A のとこ、えー。読み上げますと、EU や国連による法の支配について、機、え、構、ー、内の法に従わない場合の制裁があるとの趣旨でした、えー。今度はそうした制裁措置が、えー、不満で機構、えー、を 脱退するる場合のの支配をどのよううに維持できるのできしょうか、えー、脱退との関係ですね、まあ、ブレグジットにつながるものかと思いますけど、今回の EU におけるポーランド、ハンガリーには気候内の制裁が効いているようです。しかし、仮にロシアが今回のウクライナ侵攻に対する国際社会の非難への不満から国連を脱退するなら、国際社会の方のあー支配はどうなるでしょうか。 実際に戦前は日程が諸外国からの非難を不満として国際連盟を脱退しています。今日の EU 及び国連ではどうでしょうかというのが一つ。はい、それからつ一緒に行きましょうかね。はい、あの、澄み教授へのご質問です。私は日立政策所でグローバル障害を担当しています。山野と申します。 私自身も国際法を専修し、会社ではブリュッセル駐在も含め長く EU 関係に携わってきたことも含め、久美教授の本日のご意見、特にパワ,ーポリティパワーポリティクスが実効的に影響を及ぼす現在であるからこそ、法秩序による新たなシステムの構築の重要性に賛同するものです。一方、今回のウクライナの状況、またポーランドとハンガリーのナショナリ,ナショナリスティックなアプローチの事例に見られるように、 やはり国際法に基づく国際システム、あるいはシステムを担保する仕組みをいかに織り込めるかが課題と認識します。したがって、欧州の防衛力の強化も含めたバランスの中での国際システムの強化が大事と考えますが、いかがでしょうか。北策所の山野さんからです。以上いかがでしょうか。はい、どうもご質問、いろいろありがとうございます。あのー、河村さんからのご質問ですけれど、 私も実はここ1日2日の報道を見ててこれロシアの国連脱退ってありうるのかどうなんだろうとかっていうふうにやっぱり懸念し,してましたねあの正直言って。でポーランドとハンガリーの場合にはですねあの実は欧州委員会の一部などにもですねもう出てってもらった方がいいんじゃないかっていうような意見もですね個人的にはそういうことを言う人もいたと思うんですね。だけど あのポーランドもハンガリーも特にポーランドはそうじゃないかなと思うんですけど国民は圧倒的に EU 支持なんですねだから確かに政府とのレベルではいろいろ圧力はあってもあのポーランドはですね決してですね EU から出るというようなことは考えていなかったと思いますでそれはもちろん国民が EU の中にとどまることを支持してるっていうこともありますしえそれから あの現実に EU からですねポーランドに対して多額の資金移転が行われてますので、それを、そこから経済的な利益を享受しているポーランドの人たちもたくさんいるということだと思うんですね。で、ハンガリーもポーランドほどではなかったと思いますが、以前、確かちょっと見た記憶があるんですけれども、やはり国民のレベルでですね EU に対する支持がそんなに低いとか、全然ないとかっていう、こういう話ではないと思います。 です,ですから、そういうようなことがやはり今回の,その法の支配の危機についてもなんとか解決しなければならないっていうモチベーションをですねあのポーランド、ハンガリーの、まあ、特にポーランドですけどその政権に対して与えているっていう側面もあるんだろうなと思いますね。で問題はですねロシアですよね。でロシアはご存知のようにあのかなりメディアの報道なども統制してますし当然、表現の自由も。 EU 内の諸国に比べればこう制約されててだから反戦でもすればすぐ逮捕されてしまうわけで国民レベルで一体どれほどの情報がですねちゃんと伝わっているかということも分かりませんよね。でそういうような国であの場合によればその国連からの脱退というようなことをですねロシアが 選択するかもしれないということは、これ、どこにも出てませんけれども、おそらく一つのオプションとしてはあるんだろうなと思うんですね。まあ、ただあの、今の国連だと、ですねあのどうせロシアはあの重要な決定については拒否権使って全部あの止めてしまうことができるので、なんかわざわざ脱退するです、ね、メリットもないような気もしてます。でロシアも やっぱり国連から脱退してしまえば、ますますあの孤立を深めていくわけで、よりですね何をするかわからないということになるわけですので、個人的にはでいろいろ問題はもちろんあるわけですけれども、決して追い出すというようなことではなくて、ですね国連の中に留めてやはり圧力をかけていくという方法しかないんじゃないんだろうかなと、こんなようなふうに思っております。それでこの 山野さんについてのご質問なんですけれども、うんまあ今日のお話をお聞きになってです、ね、国際法なんてもうあってもなくても同じだよねって思ってらっしゃる方、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。で国際法っていうのは常にですねあの世間からは、ですねそもそも法なのかとか、ですね <laughs> 単なるレトリックじゃないのかみたいなこう言われ方をしてて、ですね、まあ、国際法学会内部ではそういうような議論はあんまりないわけですけれども。 そういうふうに見られているということは我々常にこう意識しておりますで eu 法についても実は同じような側面はあるんですけれどもだけどやっぱりそれは普通の裸の国際法に比べれば全然ですね実 例えば日本企業の方たちであればですね EU の競争法だったり通商法だったり環境法だったりですねいかに、まあ、あとデータ保護法もそうですけれどもいかに加盟国を飛び越えてですね自分たちの企業活動が直接ですね EU 法によって規制されているかということを嫌というほど感じておられると思うんですね。ですからこの国際システムの強化というふうに山野さんがおっしゃっているのはまさにその通りであって。 EU 法, EU 法のような強化はもちろんできないにせよ、ですねあの今後新しい国際システムを議論することができる場面になれば、ですねどうやってこの現在のこの法制度をですね国際法制度をより強化し実効的なものにしていけるんだろうかということがですねいやでもですね一つの,あの論点になるんだろうなというふうふに思います。でですすから国連だけを見てもですね 要するにロシアの侵攻を議論している安保理の議長がロシア大使で、で自ら拒否権を使ってるっていうのは、これはもうジョーク以外のですね何者でもないと思うんですね。あれを見て、ですねやっぱりこれはなんとかしないと、もうだめなんじゃないかと国連と言って、やっぱりそれはあのおそらく世界のすべての人がそう思っただろうと思うんですよね。 もちろん国連の改革にせよ、こういう国際システムの強化にせよ、この主権国家間の合意で作っていくシステムですから、第一次的には、そう簡単であるわけがないことは間違いないわけですけれども、でもやはりそういう方向性をどこまで考えられるかということだと思います。もともと EU の中だって、基本的には合意で回していくシステムだったわけじゃないですか。それをでですね多数決で決めたり 裁判所の法解釈ににみんななが従うようよったりとかですねだから EU 内の進歩ということをですね見ていけばですね、まあうん、なんていうんでしょう、国際社会の進歩にも絶望したいところですけど、絶望するわけにもいかないし、<laughs> おそらく客観的にはですね、そのまか、あ、すかな望みですけれども、そういうものはまだ当然存在してるんだろうなというふうに思います以上です。 ありがととうございいいいまましたいいコメントかと思いますあの実際今回の件っていうのはパワーポリティクスの現れではあるんですけれどもやっぱり前提としてアメリカは戦争できないっていうか戦争しないっていうところできないってまあこれからは分かりませんけれども12月1月の段階今の段階でも平和は送れないという前提で話は進んでいるわけですからこれは一つの,あのパラドックスでもあると思います。結局解決するのは 力で解決してはいけないということに落ち着いてきあのという意見もやっぱりますます重要になってくるんじゃないかと私は思っております、まあ、あのそれからもう一つあの質問が出ておりましてあのこれはマクロン大統領の推進する戦略的自立あの日経新聞の戸根立さんからあのい,ついつもありがとうございます出ておりまして マクロン大統領の推進する戦略的自立について今回の危機を受けて安全保障で強化に動くのか、それとも NATO 重視へと傾くのかどちらかと思いますかという質問を来ております。いかがでございましょう。まああのマクロンということで言えばフランスということで言えばおそらくあのこれ EU のますますの自分の自らの防衛力と言いますか。 共通防衛政策強化ということがむしろ強化されるあの,の方に傾くんではないかなと思います。まあ独仏で進んでき、えー、たものですから、ドイツとの関係があのメルケルさんとまだ違うものですから、あのちょっとあのそれからまたフランス大統領選挙があるからすぐにどう反応するかっていうのはあのう読めませんけれども、基本的にはあの NATO べったりというよりも EU、まあ、特にウクライナですから、ヨーロッパの問題だという意識の方が、 強くなるんではないかと私は思っておりますけど、まああの、違う意見がございましたらどうぞよろしくお願いいたします。佐ム先生、いかがですかこの手はちょっとなんですかね。それでは、あの、戦略的自立については特にコメントありません。はい、えー。いかがでございましょうあのパネリストの方々の方で一つあの意見ある方、あるいは質問、サム先生にいや質問のある方いらっしゃいますでしょうか あ、すいません、渡辺先生。はい。鈴木さんのこめ、あの、ご質問に対して、少し答えさせていただいて、よいですか。あ、そうですか。新しいのが入っている。ですか失礼します。ええ、あの、あ、まだ増えてますね。はい、どうぞ。あ,あ質問内容、ちょっと簡単に説明いただけますか。あの,あの、全員見てみるわけじゃないと思うので、ちょっと。あの、今後のアジアにおける影響に、深く関連している中国のこれまでの対応について、どのように評価されますか、という、こういう。 ご質問いただいてますので,ですよね鈴木ですはいよろしいですかお答えしてはい、もう僕も中国の話はちょっと出そうかなどうしようかと思ってたぐらいですからいい結構ですどうぞあの実は今回のお戦争についても中国はロシアを明確には非難しておりませんよねでそういう意味で言えばあの中路関係 ある種のパートナーシップができているっていうことは当然ですね、これアジアに対してもいろんな大きな影響があるんだろうと思います。で、これ日本ではほとんどですね報道されてないんじゃないかなと思うんですけれども、あの中国とロシアがですね国際法についての共同宣言っていうのを出してるんですね、何回か。で要するにその どういうふういいいに言ったらいいんでしょうかその、まあ、もちろんあの今までの原則を尊重するっていうことも言ってるんですけれども、うん、例えば国連憲章の原則を尊重するとかですね内政不干渉とかっていうことも言ってて、まあ、全然ロシアのやってることとこの宣言とも矛盾するんですけれども、まあ、ある種国際法に対する考え方をですねロシアと中国が共有しているっていうような。 そういう打ち出し方が実はこの間結構なされてきてるんですね。ですからやはりあの今回のような事態というものをですね、まあ、中国がそれをどう評価しているのかっていうのは今一つよくわからない部分もあるんですけれどもやはりですね、えー、あのこのそういうロシアと中国との国際法に対する共同宣言のこう蓄積というようなものを見るとですね まあやはりこうアジアにおける中国の行動に対する一定の影響とかインプリケーションがあるのではないかというふうに見ざるを得ないのではないだろうか。まあこれは日本にとっては非常に困ったことなんですけれども、そういうふうに思います。以上です。ありがとうございます。あのちょうど私の今朝あの中国の報道の日本版があの日本語版が入っておりまして、中国通中国通信からなもので。 王毅がロシアの合理的懸念を理解するとロシアの立場を理解すると言いつつ、えー、背後に中国の支持はないと、えー、それをロシアが喜ぶはずがないというふうにロシアの主権をあくまでも尊重するという立場から逆にあの、えー、ロシアの支持を間接的にしているといういうふうな報道が入っております、えー、微妙なところであります、えー、いかがでございましょう他に皆さんの方から あの意見ございますでしょうか。国際法とのか、あもう一つ質問が入ってるのかな。えっ、ー、と、諏訪ブ先生、ご覧になれますからね、諏訪ブ先生だけじゃなくて、全員か、えー、フォンデアライアン委員長による指示があったとはいえ、ウクライナの現時点での EU 加盟は非現実的ではないでしょうか。 特に他の加盟候補国やウクライナと同じ立場のジョージアからの非難は免れず、むしろ今までの EU 加盟を目指していた国家に対する求心力が低下するのではないかと思います。えー、っと京都府立大学の山上先生。えー、はい。あのまあ、これ、政治の先生にお答えいただいた方がいいと思うんですけど、簡単に思っていることだけお話しさせていただきますと、あのウクライナの EU 加盟ということについては、 普通に考えればいいろんな問題があると思いますねでそれにもかかわらずあの委員長がああいう発言をしているということはやっぱり今回のこの戦争っていうのをですねもうある種特別なものというかですねもうとにかくそれはいろいろあるけどとにかくまずこれに対応しないければ次は始まらないというような。 やはりそういういいい姿勢でいるんんじゃないんだろうかなっていいう,うに思いますだからジョージはどうするんだとかって言われれば全くその通りなんだと思いますけれどもでただもちろんこの加盟問題ですね今日出てきた話なのであの当然加盟には全加盟国の同意がなければ加盟できませんので先ほどポーランドがどうもそれを支持しているような意見を出してるっていうことは話しましたけれども他の加盟国の 対応ってまだ全然わかりませんので、えこれはやっぱりあの少し様子を見なければいけないのではないかなというふうに思います。以上です。中でございましょう、今の澤部先生のお話に関してあ。ちょっと時間を超えてますけど、あとに数分で終わりたいと思いますけども、どなたがございますか 私もです、ね、このウクライナの加盟問題をあの報道を聞いてなかなかその委員、まあ、にとっては厳しいところをつ、まあ、疲れたというとあの言い方が適切ではないかもしれないんですけれどあの実際のところかなりこう超法規的というかですね従来の,あの正常な手続きはできない難しい問題だなと思いながらただ一方であの 例えばの潜在的加盟候補国の地位みたいなものを付与するということであの実際の,この今、戦時下であの加盟交渉みたいなことで法律の置き換えみたいな議論をすることはできないものの、まあ、潜在的な加盟候補区という形で、まあ、あの認めるようなことまでであればできるのかなというようなことを1つ思いました。それとともう一言ちょっとあの 中国とこうロシアとの関わりについて、少し経済的な点からですね、うん、あの今回の事象について思うところをお話しさせていただきたいんですけれど、あのやはりこう多くの,あの例えば市場参加者の人たちもですね、今回の事態というのは非常にこう想定外で、でこれはあの、まあ、大規模侵攻というのはまさに想定外で、でこれはやっぱりあの、 ある意味、経済的な観点から考えると、全く合理的ではないというか、ロシアの経済力から考えて、ね、あのそんなこう大規模な戦いを維持できることはないんじゃないかという見方が一つあったと思うんですね。であのそこから広がって考えるとです、ね、ただあのロシアは、まあ、あの経済的なリスク、あの例えばまあ制裁措置、厳しいものがまあ得られた受け、受けることになったとしても、そのプーチン氏の まあ野望をですね実現するためにはまあそれが見合うんだという判断があったのかなというふうに思います。であ,の、まあ、ある意味ではこう中国はそれこそこう軍事力経済力ではまあロシアより圧倒的に大きいので仮にそのトップリーダーがですねプーチン氏のようなあの判断を下したとするとその衝撃というのは非常に大きいあのアジアの安全保障体制に対するまあ衝撃は非常に大きいというところが あの正直なところこう日本アジアにとっての懸念材料かと思うんですけれどただあのその点についてはまあかなりそのロシアの経済というのはエネルギー一本打法みたいなあの形になってるのに対して、まあ、あの中国はあの既存の 体制に不満を抱きつつも一方でグローバリゼーションの最大の勝者でもあったということで、まあ、その地位を手放簡単に手放すこともしないんだろうとあのそこはあの一つロシアよりもあの行動を自制するような力が働くのかなと思う、まあ、反面でただあのそういうあの合理的な考えで。あの まあ先制主義国家の行動をあの理解しようとしてし失敗したのがまさに今回のケースだと思うので、まあそういう意味ではあの中国についても少しこう慎重に考えるべきなのかなということをあの改めてあの感じております。すいません。あ,ありがとうございます。渡辺先生一言よろしいですか。どうぞ。あの今伊藤先生おっしゃったように加盟候補国にはできるのではないかというのが一つのオプションだと思うんですね。でそれ実際あの EU 内内の意見で。 加盟候補国にすればいいいじゃないかと要するにそれで EU が失うものは何もないと別に加盟候補,候補国にしておいてあの本当に EU に入れるのはもっと先もしくは入れないかもしれないそれ別に EU の方はどうせフリーハンドなんだからただやっぱり加盟候補国にすることによって一定のですねこうその なんていうメッセージありますし、考えてみれば、この EU の拡大政策っていうこのメンバーシップを誰に与えるかっていうのは、ですね EU の持ってる最大のですね外交政策のツールなんじゃないかっていう、そういうふうな意見見見たことがありますので、うん、伊藤先生おっしゃる通りなんだろうと思います。で、中国についてなんですけど、これ、先ほどちょっと今言われてましたけど、そのロシアとの経済の相互依存ですよね。これ つまりやっぱりエネルギーだけだったのかだったんじゃないのかどうなんだろうかつまりもっとその経済の全面的な相互依存で複雑なこう組み合わせになってるんじゃなくてエネルギーのところでやっぱりある種一方的に依存してるっていうそういう構造だともちろんこれ切り離しやすいですよねだけど例えば中国のように投資もたくさん受け入れていてこう完全に相互依存がこう非常に複雑に絡まり合っているとおっしゃるようにこう なななんて言うんてううでししょうなかかなか戦争とかしにくいだから先ほどはまああの経済的相互依存に頼る政策っていうのがまあ失敗したっていうふうに当然そういう見方になるんだと思うんですけどロシ,アとのロシアとヨーロッパの相互依存のその実質ですよねそれが一体どういうものだったのかなとかそこを簡単にもうそういう経済的相互依存が戦争に対して抑制的に働くっていうことがないっていうふうにですね もう今回の事例で言い切っちゃっていいのかどうなのだろうかなっていうふうに逆にちょっと思いながら聞いていたんですけれども以上です、うん、ありがとうございますいいこと言ってください、まあ、あの最後私の感想を見えたものも交えてあの締めくくりたいと思いますい、まあ、あの加盟のウクライナの加盟の問題ですけれどもすらくあの私の言葉で言えばソニー先生言われたのは私の言葉では恐縮ですけども、まあ、モラルサポートといいますかねあの そういうことがとりあえず必要であるし、それがまたウクライナに対する後押しにもなっているということは確かだと思います。ただあの、あの本当に加盟するかどうか、正しい意味で加盟するかどうかになった場合には、あのやっぱりこのポーランド、ハンガリーの例、今日出ましたけれども、本当に EU の理念に従った国にまだなってないわけですし、それはあの政治、それから心理的な意味でもそうですし、あの経済的にもそうですけど。 まあそういうことになれば、またウクライナというのはやっぱりこういっちゃなんですけれども、そういった意味では一つまだ、EU の本当にえ理念と理想とするあの加盟国とはまだ程遠いと思います。結局入ってきても大変なことにお互いになるんじゃないかなというのは想像できます。えー、私もまあ皆さんのおっしゃるようなところをサポートしていればそういうことになります。それから中国とのの関係っていうう、私もこう あのこの問題で出てからずっと考えて、プーチンもいろいろ中国にアクセスしてるみたいですけれども、ひょっとしたらっていうか、もう今まで以上にあの中国とロシアの同盟、同盟とは彼らあの戦略的パートナーですけど、同盟ですけれども、と言ってますけれども、今まで以上に主従関係っていうか、力関係が彼らの間で変わ,る変わって、もっと激しく変わっていくんじゃないか、つまりロシアの方従属性が強められるんじゃないか。 そういう意味では逆に中国はロシアを切り離さないだろうなというふうにも僕は見ています。でそういう意味では、これは、まあ、あのユーラシアの研究会の方に重なっちゃうんですけれども、ユーラシアパワーをより強化する一つの転換点になるかもしれない、転換点というか、あの一つの節目になるかもしれないというふうなことも考えたりしています。いずれにしても、今日のお話は非常に、スラム先生に、あの えー、単なるウクライナのパワーポリティックス的な軍事政治的なあのレベルの話だけではなくてですね国際社会の秩序全体に至るようなそしてこういう中にこそで,ですね私は日本の役割が本当はあるんだと思います。あのえー、特に、えー、政治力軍事力についてもともとタガをはめている国ですからまさにこういうところをポイントにしながら我々の国際的なスタンスっていうのを 一歩ずつ、あのー、深めていく必要があろうかと思います。そういう意味では大変にいい問題提起を全体として、えー、していただいたと思っております。今日どうも本当にサウジさんありがとうございました。<laughs> それから、あのー、ちょっとありがとうございました司会者の不手際で少し時間も超えておりますけれども。 あの皆さん、いつものようにあの、それぞれの立場から、そこは中村先生は、私、お願いしてなかったんですけども、えー、これは一つのポイントだなと思いつつしかやってたんですけど、適宜入っていただきまして、感謝いたします。<や>えー、時間待ちでした。ということで、私はここであの司会者の役割をおろさせていただきたいと思います。皆さん、どうもありがとうございました。私、視聴者の方々も長時間ありがとうございます。えー、最後に理事長の方から一言ございますでしょうか。 はい、あのえ皆様あの、本日は貴重なお話を、先生もありがとうございました、はいあのまあ、ウクライナを巡る事態は、以前として刻々と流動しておりますが、引き続き、この動向を注視しつつもうあの、日本のあるべき姿、国際社会の一員としてのあるべき、日本のあるべき姿を構想し,つつ構想しながらあの、このパネルを通じて、あの欧州にあのかか関する正確な情報の発信に努めてまいりたいと。あの 思っておりますよろしくお願いいたします